キョキョハロー YouTube 明けましてございます。琵琶湖成蹊大学スポーツ成蹊大学えげつない企画を、前回一船とあのフリーキック対決したんですけども、今回は大学でございます。勝ったからステップアップしたみたいな。はいはいはい、そうです。一船がちょっとなんか歯応えなかったから。大人杯この前ベスト4よ。はい、その方々をちょっとお呼びしたいなと思っております。キッカーの方お願いします。オーラえぐい。こんにちは、お願いします。自己紹介大きな声でお願いします。琵琶湖成蹊スポーツ大学3回生の石橋克之です。琵琶湖成蹊スポーツ大学3回生工藤真人です。よろしくお願いします。お願いします。え、3回生が蹴るの？そうですね。4年おるんすか？4年いきます。雑魚だ4年が。言い方言い方冗談でございます。もうめちゃくちゃ強い大学でございますから。僕も現役の時大阪体育大学でよく試合やらせてもらってた。違う、はい、Dチーム言うなよ。B チームやし。いやー、もっとしちゃった。笑うなよ。そういう子らがおってお前らサッカーできてんだからな。ゴールキーパーをお呼びします。僕チームの、はい、ゴールキーパー。お願いします。お願いします。お願いします。西のジャイアントカズ。お願いします。フレッシュ。フレッシュです。オキシュンでございます。敵チームのじゃあ、ゴールキーパー、お願いします。お願いします。でかーでかーでかいねん、ボケーよ。マギカチャンネル史上、一番でかいんじゃん。何センチですか？94です。すっごっ。オキシュンがでかいって言ってるよ。いや、まあ、いや俺86よ。うん、そこ通った時こうやって見てたオキシュンがすごいでかいですけども、今回はここで対決させていただきまして、一船の時の同様に5本5本でペナルティーアーク外どこでも置いていて、うん、先行が置いた場所に後攻が置くというルールになっておりますので、壁の方お願いします。壁でっか。壁お願いします。3年生ですか？4と、あれ4年です。4年生に蹴る3年生ですか？いや、来ます。壁はちなみに琵琶湖チームじゃなくて、両方の後編にジャンプしたりしてください。お願いします。はい、怖いです。はい、ほら行きましょうけまずあのスポンサーえぐい。ちょっとすいません、裏見てもらっていいですか？吉本クリエイティブエージェンシー、あ、近藤学徒さんや。この学徒さんここ出身で、吉本通るから。あと、ここが乳首っすね。乳首が一番受けてあるんやけど。コーチがコーチが。はい、では先行高校お願いします。最初はグーじゃんけん。はい、じゃあ先行で OK です。では琵琶湖チームが先行、負けがチーム高校でやっていきましょう。だって履いてるのモレリアやしな。そうそうそう、キッカーや、2人とも。2人ともモレリア。俺も。え、久しぶりのレビュラー。おう、ダン、ダン、壁下、壁下。すいませんけど、全然一中の8。えぐいな。では、お願いします。おおワーク。よし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 。あ、チケット。はい、よし。これ左に蹴る、だから右に抜けて。では後攻お願いします。うわー、ごめんなさい。すごいね、イボル、イボル、あれめっちゃイボル。はい、なんか記憶ないわ。蹴った後のもう記憶ないっす。じゃあここで行きましょう。起きました。ちなみにその試合中とかで得点とかあるんですか、フリーキックの。彼何点ぐらい、もう今まで公式戦で。公式戦は1点です、まだ学生リーグ。すごい。では2本目お願いします。うわ、よっしゃー。ではイケメンチーム後半お願いします。じゃあじゃあじゃあ。来た来た。うわあ。さあ。惜しい惜しい惜しい。同じ？近づかない。近づこうよもう。すごいね。では3本目前半お願いします。
ナイスピン。すげえ。松田陸くいます。では3本目後半お願いします。うわ、ミスった。何してんの、恥ずかしい。すいません陸くん、ごめんなさい。すいません、ごめんなさい。あ、ありがとうございます。いい位置ですね。マキ君得意の位置。そうそう、俺得意の位置。そうね、俺がよう決めてきた、うん、ここは。ピナーズでもよう決めてるし、俺。振り返し、マジで。違う。何？蹴ってないやん。蹴ってるって、蹴って炎上してんねんって、お前が蹴んなって。敬語に蹴らせ、シゲに蹴らせや。世間は。では、4本目、お願いします。うわぁ、どうした？なし。なしとかない。ごめんなさい。2回転出します。何て言ったか分かんない。4本目後半お願いします。いやいやー、決まってない。決まった時のやつ。決まってるっすか、僕は。では5本目お願いします。敬語系よ、縦回転系よ。そう、でもまあ入ってないからね。しゃあ終わらす。ちょっとのいてよ。ちょっと映りたがりやな。5本目高校お願いします。キーパーでかいね、ボケ。サドンデスです。では、サドンデス1本目お願いします。うわぁ、うわぁ、違う違う、何してんの、もうそうじゃない。決めてください。もう尺はもうほんま十分足りたんで。お願いします。サドンデス2本目お願いします。あ、高い。よし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 。ちなみにどっち応援してますか。ちなみにどっち応援してますか。壁。え、壁珍しい。サドンデス2本目お願いします。うわうわ、普通に取ったよ。いきます。うん、よーい。敵敵すげえ、うまっ。キーパーが喧嘩前の顔してんねん。怖い。サドンです、ここ。サウヤン、もうあフフ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 。ありがとうございます。本当にもう二度と大学生とはしないです。雑魚い高校生とだけやらせてください。キックの位置が遠いから、大学生は。感想とかある方いたら何でも言ってください。もう罵倒でもいいですし、何でも受け止めます。相手のキックが入らないんで負ける気はしなかったです。やかましいな。顔似とんな俺と。あんたも似とんな。似てるやつばっかやないか。はい、この後ですね、私がオーナーを務めているプラムワンと、琵琶湖成蹊スポーツ大学の A チームの方々がですね、7対7の素材値を対決しますので、そちら梅ちゃんのチャンネルで放送しますので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。本日はご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。